い、皆さんこんばんは。こんばんモニカ。こんばんは。はい、モルフォニカボーカルクレタマシロ役のシンドアマネです。イエ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 イ。そしてはい、皆さんこんばんは。キリカ東海役の菅田ひなです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。広町七海役西尾優香です。よろしくお願いします。おさんこんばんは。双葉つくし役のミカです。よろしくお願いします。イエイエイ。はい、皆様ごきげんよう。ヤシオル役のあやさです。よろしくお願いします。それだ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 。ごきげんようでした。ごきげんようでした。じゃあみんなで改めて言いますか。せーの、ごきげんよう。すごい、みんなみんなどこ見てた今。前ロケモニカだったね。はい、ということでですね、こちらバンドリ TV ライブ2021はですね、バンドリプロジェクトをみんなで楽しむためさまざまな企画を、お届けしていく生放送番組なのですが、本日はですね、モルフォニカのボーカル倉玉史郎役新藤天音がここにおります。そうです、はい、私がいるということは収録でございます。あー、ためるね。収録でよ。でもやっと来れたね。やっと来れた。初めてよかった。前回大人たちでね、そうそうそう、てんやわんやしましたからね。てんやわんやだったね。ここにね。はい、なのでね、今日はね、モルフォニカ1周年を近いので、うん、こう5人でね、いろいろお届けしようかなというのもあるんですけど、うん、はい、みんなね、衣装がね、蝶々がね、蝶々、言っちゃった蝶々、もう気づいてるってみんな。あー、そう、気になってる、気になってる。こんだけ言ってるのもね、後で分かるはずなのでね。はい、まあね、それもね、後々紹介していきます。はい、そしてスタジオ収録は安全第一で盛り上がっていきますよ。はい、それでは早速こちらのコーナーに行きたいと思います。ピックアップコーナー。はい、このコーナーではですね、週替わりでバンドリからのピックアップ情報をですね、お届けしておりますが、はい、今週は超新情報です。超新情報。なんかちょっとからなんか昭和っぽいんだけど。どうなの？一番さ若いはずなんだけど、なんかさ。人生何回かやってる。はい、なんとなんとですよ。言いますよ。お願いします。激ロックコラボ第6弾が決定いたしました。イエーイ。はーい、第6弾は激黒と皆様お待ちかねの我らモルフォニカがコラボで3月1日月曜日16時から受注販売開始となります。やったね。もうすっごい止めて止めて止めるからさ。まだかまだかみたいなね。そうなんです。いやもう、はい、溜めたいほどこう出したいし、こう、うん、うわって気持ちがね、伝わるよ。そうです、うん、もうじゃあ、そういうことです。早速ね、見てもらおうよ。そうですよ、うん、はい、本日はね、書き下ろしイラストの解禁と今私たちが試着しているサンプルをね、ご紹介させていただきたいと思います、うん、ね、どのね、お洋服もとてもとても可愛いので、うん、ぜひぜひ、ま、もうちょっと待っててください。まだ止めるの。結構待ってるけど。はい、ではまずは書き下ろしイラストからこちらです。うわー、かわいい。良いですね。めちゃめちゃかわいいですよ、うんうん、気になるね。お嬢様たちがこういう、あ、確かにそうだね、確かに新鮮だからいいですね。いや、なんか、うんうん、トーコちゃんがギャルっていうのはすごいわかるのよ、うんうん、なんかナナミも意外とギャルギャルしくて、ギャルギャルしこういう服着るとね、負けないよね、うん、意外とね、うん、そう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 。しかしちゃん、いい感じの風吹いてますよね。ねえ、確かに。の風浴びてるね。ねえ、ちょっと前からフフって感じで風浴びてる。フフ、めっちゃ好きじゃん。言いたくて言いたくて。しかもさ、なんか
うん、結構さキャップをかぶってたりバッグ持ってたりもあるんだね、うん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 、かわいい。はい、ということで、うん、それではですねまずは私新藤天音が演じる倉田真白ちゃんからご紹介させていただきたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、かわいいですね。風吹いてますね。吹いてますね。やっぱりいい感じに。はい、真白ちゃん似合ってるよ。はい、お、はい、こちらです。お、どや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 、そしてどや。はい、ということでですね、真白ちゃんはキャップとパーカーと今私が着ています T シャツなんですけど、まあね、一つずついきたいと思います。まずはですね、こちらのキャップですね。ほら、見て、こうさ、いい感じのグラデーションなんですね。これがめっちゃおしゃれ。そう、すごいおしゃれ。そしてモルフォニカって書いてあるのかな。はい、違うね、サブサイティモルフォニカ。あ、合ってましたね。モルフォニカでした ね、 ね、はい。そしてですね、パーカーですよ、まあ、まずここにサブサイティモルフォニカ真っ白って書いてあるんですね。もうシンプルな、そうなんですよ、シンプルなデザインでね、すごく着やすいかなって思います。そして後ろがね、えいや、はい、かわいい。え、めっちゃおしゃれで ね、 おしゃれだね。もうすごいスポーティーですよね、うん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 、すごい素敵で、あとですねこちらです。デデン、デデン、お、おー、おー、はい、かわいい、かわいい。そうなんです、お店さんの名前と、うん、よいしょ。そしてですね、あのここ私の一番推したポイントで、ね、ここのこのわかります、はい、マークたち、あ、見えてるよ、見えてるよ、うん、そうです、洗濯マークに見えるでしょ。違うんでしょ。真白ちゃんの好き嫌いのものなんですね。はい、ビーフシチューと編み物とぬいぐるみと、あとはバッテンついてるのは全部野菜です ね、 ね、めっちゃ可愛いですね。きっと真白ちゃんの中でピックアップされてるんでしょうね、このインゲン、インゲン、人参、ほうれん草が特に嫌いなんですかね。あと、しかも月の森女子学園って書いてるちゃんと、わあ、細かいところまで楽しめるお洋服になってますね。そうなんですよ、定期型とかも書いてる。確かに、本当だ、かわいい。これさ、真白ちゃんちょっと自分の情報を出しながら歩いてるみたいな、個人情報みたいなね。そうなんですよ、かわいい。自分これ食べれないんですみたいな、うん、かわいい。最初からアピールって大事だからね。そうですね、はい、あー、感じになっておりました。